はい、どうも、ふえです。そうしましたらですね、今日はですね、PA って何してんのっていうののざっくりした簡単な基礎的な話をさせていただきたいと思います。以前ですね、ジ・アルフィーの僕、大阪城ホール公演を見に行ってですね、音が最高に良かったと。PA さすがやと。まあそういう話をさせてもらってたと思うんですけれども、そもそも PA って何やってんのっていう話を、まあものすごい基礎的な話なんで、もう、で、あと最近もうどんどん変わってってると思うんで違うかもしれませんけれども、まあとにかく基礎的な話を、まあしていきたいと思います。PA ってまずそもそも何の略なのか。これはパブリックアドレスの略になります。パブリックっていうと、こう、公共とか、大衆、なんかこう、皆さんみたいなこと意味ですよね。いわゆるパブリックみたいな。で、アドレスっていうのは、住所って意味もありますけれども、この場合は、届けるって意味になります。つまり、皆さんに届ける。それが、PA の仕事っていうことになりますね。そういうことです。で、何してるかというとね、ものすごくざっくり言ってしまうと、音のバランスを整えてる人ってことになりますね。例えば僕楽器とかを演奏しますと。じゃあ、まあエレキギターから行ってみましょうか。高見がじゃあエレキを弾きます。するとこう、それがエフェクターに繋がってて、高見がこう、好みの音にいじったのが、アンプにまず届きます。ギターアンプというやつに届きますね。そこから音がバーッと出ますと。一般的な小さいライブハウスやと、演奏本人はそのライブ、ギターアンプから出てる音を耳で聞きながら演奏することになりますがですね、大衆、一般、皆さん、お客さんの方に向けていくのはここの音だけでは基本的には足りません。じゃあどうするかというと、そのアンプの前にマイクが立ってますと。で、そのマイクを拾って、その音が一回 PA の卓、ミキサーというところですね。こう機械にこう音が入りますと。その音をこう PA の人もまあこう聞いてたりするわけですよね。で、それが、まず中音と外音っていう表現をするんですけども、中音っていうのは何か言うと、その演奏してる人、中にいる人、ステージ上の人間が聞く音。よくボーカルの人の足元にね、こう、モニタースピーカーっていうんですけども、これが2個か3個、1個のところもありますけども、まあ、ぐらいこう転がってまして、それがこっち向いて、こうマイクがこうあったら、この辺にこう、こっち向いて、あるわけです。反対向きだとね、マイクが拾っちゃうからね、こう、かぶるんでね、こう音が鳴るわけですね。で、マイクもこう立ってるから、マイクにはなるべく入らないようになってると。で、こうギターの音とかも、このスピーカーからも出ますと。PA に行ったやつが、モニターにギターの音を返してくださいって言ったら、ここから出るようにしてくれますと。で、ここからの音はですね、全部制御ができます。ボーカル、歌った声をモニターからも出しますし、隣で弾いてる坂崎さんのアコギを俺は聴けよって高見が言えば、このモニターから坂崎さんのアコギが出てきますし、ドラムの音もっと上げてよって言えば、この下のモニターからドラムの音が出ます。なので、ここの下の音はですね、自由自在。これはもう皆さん全部バラバラに制御されてます。だから坂崎さんは、いや、俺これ歌うとき高見のギターは邪魔なんだからちょっと下げてよって言えば、こう、坂崎さんのスピーカーからはエレキがあんまりなってないような状態にもできますし、こう、ドラムがもうとにかく邪魔なんだよっていうようなことが、あんまり言うことないと思いますけど。まあでもね、出音がね、でかすぎたら、ドラムが今ちょっと大きいから下げてよとか、そんな感じで、それぞれ一人一人の立ち位置のスピーカーからこう、まず、出る音を、これも PA の仕事ですね。PA さんが調整します。で、桜井さんは桜井さんで、こう、二人の声、ちょっと聞き取りづらいからもっと上げてよとか言うてね。ほんならこう、コーラスが聞こえやすくなったりとか、ドラムが聞こえやすくなったり、キーボードがちょっと聞こえづらいよとか言ったら、こうできるわけですね。という感じで、まずエレキギターはスピーカー前に、アンプ前にマイクを立てると。で、坂崎さんのアコースティックギターの場合はですね、エレアコっていうエレキアコースティックギター言うてね、こう、エレキと同じようにぶっ刺せるタイプになってますんで、基本的にはこうさに刺しますと。ただまあ、アコギの場合は、その、ギターアンプみたいなのがないことが一般で言う、使う場合ももちろんありますけれども、ないので、出音はこのモニターからだけ聞いてやってることが大概多いと思います。一般で言うですね。で、ベースはね、ちょっとまだ変わってて、ベースはこう、なんかこう、DI っていうね、ダイレクト、なんやったっけ、なんとかの略のところにバッ、大体刺して、大体こう、ベースアンプから鳴る音っていうのはね、こう、本人聞いてるだけで、ステージからお客さんに届ける音は、このアンプの音は拾ってることもありますけども、大概多分ラインの音をそのままこっちでなんか調整して出してることが多いようなことが多いですね。でですね、一つ話題に上る、最近入るイヤモニってありますね。イヤー、モニター。まあ、要するにこう、イヤホン的な、こう、なんか耳につけてたりすると。これなんなんやっていう話なんですけども、さっきと一緒です。この、転がしですね。転がし。足元に転がってるモニタースピーカーの音が耳から鳴るっていうことです。つまり、この耳から鳴る音は、自分でやはり調整できるわけです。
桜井さんの声をちょっと大きく返してっていうこともできるし、アコギの音を大きく返していうこともできますし、ドラム、キーボードを返して。まあだからね、この広いステージが最近ではこの下に転がってるモニタースピーカーがない現場というのも増えているそうです。これの精度が上がってるっていうことですね。なので、こうイヤホンみたいなのをこうやってるけども、周りの音聞こえてないわけではなくて、むしろ逆に自分の声もマイクを経て、PA を経て、ここに来て、やっぱね、ライブって音量でかいんでね、自分の声がね、聞こえないことが多いんで、自分の声もちゃんと返して歌っておられます。ただこれはね、ちょっと好みによってね、例えば某なんとかマシンガンズっていうところのアンちゃんって人は、もう自分の声は一切返さず、なんかこう、なんちゅうの?こう、ミックス、なんかこう、自分でもうなんか聞こえるように、発声が上手いのができてるらしいです。ので、なんか PA 返しなしで自分は歌ってる人。あと、なんかシャムシェードのボーカルの方とかはね、最近は知りませんけど、こう、いや、なんかこう、片耳をね、こう耳栓的なんで塞いで、こうしてる、皆さんわかると思うけど、音が大きいところでもね、こう耳塞いであーってしゃべると自分の声がこう骨伝導で聞こえてきたりしてね、それを頼りに歌ってる人もいると言いますと。という感じのことで、まず音量、まず PA のシステムっていうのは、こう演奏した音を一回その PA の中央のミキサーに集めて、とりあえずまず中音、中、演奏している人たちの演奏しやすいようなバランスに調整をまずするというのがまず第一。で、当然ですね、こうパブリックアドレス、大衆、パブリックに届けるんですから、外音ということですね。これは外は外でまた別個スピーカーがあります。ライブハウスだと大体でかいのが2発なんですけども、大阪城とかになってくると分散型スピーカーがなんか16だか18だかあるらしいんで、そこももう制御がもうわけわからへんと思うんですけど。で、今度はこのお客さんが聞く音を調整していくわけだね。で、ここもまあいろいろセオリーがあって、ドラムとかもマイクたくさん使いますからね。バスドラムって一番でっかいドラムで、スネアもだいたい上と下からもマイク狙いますんでね。こう、バスドラム1、上、下で、タムも1個ずつ大概マイクがついてますね。で、ハイハットとかシンバル用にオーバーヘッドって上からのマイクがまあ2個ぐらいついてることがありますね。みたいな感じでこう何十個というマイクをドラムだけでも使います。その一個一個マイクの種類も違いますし、その狙い方でこう角度の調整とかでも音が変わってきます。楽器弾いてる時にね、こう近づけてってこう下から聞くのと上から聞くので、だいたい聞こえ方違うんで、マイキングって言うんですけども、マイクの種類でも違いますし、マイクの置く角度でも変わりますし、そういうところを調整するのもやはりその PA の仕事の一つになりますね。で、ドラムとかもいっぱいで、キーボードもなんかね、忠介さんもなんかキーボードいっぱい並べてますけど、あれも全部一個一個別々にこう、配線が出て、届いてるわけで、それも一個一個 PA 側が制御します。まあ、キーボーディストがの場合はね、自分用のちっちゃいミキサーを横に置いて自分である程度バランス取ってる方もいらっしゃいますけれども。で、ボーカルとかドラムとかベース。まあ、ほんでね、PA の方にタグに行って、それをお客さんに届ける。まあ、ここはほとんどミキシングみたいな作業になってきますけれども、まあ、様々なセオリーがありますね。例えば、ベースとドラムのバスドラムって一ちゃん大きい音はすごい音かぶりがしやすいっていうか、もう確実にするところになります。まあ、要するに周波数帯が同じようなところなわけですね。音が、こう、低い音でかぶる。でね、低音がかぶってしまうとね、もう、うーんってなって、うおーってなってね、もう、なんていうかもう、ひどい音になるわけです。なので基本的にはベースとバスドラムの音かぶりを外す。こう、ツク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 っていうね、高速バスドラムやる系の場合は、だいたいバスドラムを上にしてベースを下にするんですけど、一般的にはバスドラムが下で、ベースを上の、だからベースをね、90から100、付近以下を切って、で、バスドラムをそちらを盛り上げてとかいう音作りをしたり、で、こう、スネアはスネアでね、だいたいボーカルと同じぐらいの音量が一般的と言われて、まあ、この辺は全部一般的にはってことね。ただこれもね、曲ごとにミキシングが変わります。僕聴いててやっぱこう印象的だったのがね、例えば夢を急げって曲で、こう、中盤でこう、坂崎さんのアコギだけになるとこってあるじゃないですか。一番終わりかな。チャーチャラチャーチャカ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 チで、みんなが入った瞬間、アコギはちょっと引っ込むんですね。これも電子制御なのか、人が手でやってるのかは、ちょっと僕はわかりませんけど、で、まあ、電子なのかなと最近では思うんですけど、そういうところ、その一曲中のその部分だけということでも、バランスは激変してしまうので、そこの調整も毎回必要になってくるわけです。
ここだけ聞いてもですね、PA の仕事がいかにテクニカルかということがわかるかと思います。しかもね、その考えることはもう多岐にわたるわけです。例えば、こう一般的にリハーサルっていうのがありますよね。当然それはもう客、お客さんが入ってない会場でやるわけですけれども。で、音を出して、まあ、はい、オッケーオッケー、言うてね、本番になったら音が違うやんって思った経験をしてるバンドマンっていうのはかなりいらっしゃると思います。もちろんプロはその辺も考慮するんですけども、例えばお客さんがたくさん入った会場では、高音成分が減衰するという現象が起きます。まあ、要するに、こう、なんていうの、障害物がたくさんあるとですね、こう、高音からこう、吸われていくわけですね。なので、そこを想定して、ライブの本番の感じを見て、高音をちょっと調整してあげるですとか、抜けを良くするとか、そういった、まあ、音の知識ももちろんたくさん必要ですし、またもちろんね、機材一つ一つ、ボーカルにはコンプレッサーをかけましょうとか、イコライジングでこう調整しましょうとか、シーンが耳障りやからこうディエッサーをかけましょうとか、ね、まあそういうでリバーブの感じを曲によってはね、この曲は多少深めにかけた方がこう情感が出るなとかね、そういうのももう演者と PA はね、もう言うたらもうほとんど一心同体のような感じで音を作り上げていくわけですね。でね、さらにはもう電気工学とかの知識まで必要になってきますんでね、機材などの話になってきたらね、やはり今時の音の制御というのは電気で行ってますんでね、なんかこうね、こことここ繋いだらなんでかしらんけどこっちから音出るとか、なんかようわからん現象が起きたりするんですよみたいなことがありますので、だからね、今日からアルフィで歌ったから、こうね、アコースティックギターが入る曲のバランスと、ヘビーな曲の音のバランス、一曲一曲全然違うんですね。それらを、まあね、ライブハウスとかだとね、小さいライブハウスでライブする人たちっていうのは、PA っていうのは基本的にはライブハウスにいる人がこうやってくれて、リハーサルのほんまわずかな2、30分でこう、音の説明とかして、この曲こんな感じのバランスでお願いします。この曲はこのようなことをするんで、この部分ではこうしてくださいみたいな注文をチクチク説明するんですけれども、アルフィーとかクラスになってくるともう PA ももうアルフィーズクルーになるわけで、こうもう言うたら PA もおそらくアルフィーの曲全部を把握してるのがもちろん当たり前、照明との兼ね合いとかももちろん当たり前なんで、そこら辺も全部こうもうね、日々のあれもう曲作ってる時点からおそらくこう考えておられてね、照明とか、なんや、セットの人らもこう、この曲ではこういうあれが入るんやないか、それにはこんな機材がいるから、こんだけのシステムとこれだけの予算がいるなとか、そういうお話し合いを皆さんされてると思うわけですと。というわけでね、そういうことになりますね。わかりましたでしょうかね。わかる。まあまあ僕が知ってる限りの PA の仕事というのはこんな感じです。僕が PA ね、ちょっとだけやったことあるって以前言うたんですけど、それはまあ言うてもほんまに何回か数回、しかも身内のイベントでね。で、僕のなんか機材、僕当時なんかね、24トラックミキサーとかようわからんもんとか、あとスピーカーもようけ持っとったんで、それをもう持ってって、これを外音用で、これを返しようとか、自分でシステム組んだことも多少ある。で、こう配線がいっぱいあって、こうね、もうわけわからへんな、みたいなね。演劇の畑の人とかはね、逆にこの辺は、もうなんか何もない舞台に自分で音響とかマイクとかセットするらしいんで、詳しいかもしれませんね。というわけでね、PA の仕事がどの程度すごいか、すごいかが伝わったかな、全然わからへんけど、一応そんな感じでやってますよと。でね、演者の人もそんな感じの返し。だからイヤモニなんかね、場合によっちゃね、どっかの方で見てるカッターからね、こう今こんな感じになってるからこうして、みたいな指示のね、声が聞こえたり、今ここで行こうとかね、そんな声が入ることもあるらしいですよ。ある日であるかは知りませんけど、まあそんな感じでやっておりますよっていうことで、ちょっとでも PA のこと分かってね、ライブがより楽しめたら楽しめるんじゃないかと思う重複してますね。そんなことになります。では、いつもね、ギター講座とか歌ってみたとか、具体的な曲の解説とかアルバム解説とかもさせてもらってますんで、よかったらいいね、チャンネル登録お願いします。ではでは、ありがとうございます。